日本鹿児島県薩摩仙台市、東向田町東向田町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市、東向田町。郵便番号は895-0026。人口は289人、世帯数は138世帯。東向田町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の西部、熊野城川の下流域に位置している。 国道3号が通る西向田町、川内駅が所在する鳥居町などとともに、薩摩仙台市街地の一部を形成している。阿佐駅の北方には横浜町、向田本町、南方には向田町、東方には鳥居町、西方には西向田町がそれぞれ接しており、南端部には熊野城川が東西に流れている。また、町域の南部を東西に、 鹿児島県道42号川内かじ線、鹿児島県道36号川内郡山線が通り、西端部を国道3号が南北に通っているが、川内駅交差点からは西向田町の区域を通っている。1965年4月1日に向田町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づきが区く方式による住居表示が実施されることとなった。 それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、川内市、向田町及び鳥追町の各一部より、川内市の町名、東向田町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町地については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である私立小中学校の学区は以下の通りである ありがとうございます。